オルドス地方の位置。内モンゴル自治区におけるオルドス地方の位置。オルドス地方とは、中国内モンゴル自治区南部の高河北局,局部で、西、北、東を河に、南を万里の頂上に囲まれた地方。行政区分としては、伊布城名が2002年にオルドス市となり、オルドス地方の大半を占める。河河対岸の河東平原なども含め、河東とも言う。 大部分が海抜1500メートル前後の高原で、オルドス高原と呼ばれ、南側はオード高原に続く。一部は、ステップ、大部分が砂漠で、オルドス砂漠という。砂漠は大きく二つに分かれており、それぞれクブチ砂漠、ムース砂漠という。面積は、それぞれ1万6000平方キロメートル、4万2000平方キロメートル。農業や牧畜が行われるが、 砂漠化や土壌流出が激しい。年平均降水量は200から500ミリメートルほどだが、半分以上が梅雨や週にあたる7から9月に降る。また、雨が多い年は平均の2から4倍の雨が降ることもあり、洪水や激しい土壌流出が起こる。オルドスという地名は、秋を以降この地に住み着いた、モンゴル人の部族、オルドス部に由来する。それより遥か前、 旧石器時代から人が住み、特に紀元前6世紀から2世紀にかけて遊牧騎馬民族によるオルドス青銅器文化が栄えた。郷土、朝、旗、漢によって次々に征服され、南部には万里の長城が築かれた。その後も郷土系や特欠系などの遊牧民が住み、遊牧民族王朝あるいは中華王朝による支配を受けた。代から族が入職し、 現在の住民は、漢族が多い。ありがとうございます。